上くんは先輩がいないと何もできないよね。第一、ガイドが道を間違えるってどういうこと。すみません、すみません。ん？何やってんだ？緊張しやすいんだかなんだか知らないけど、次お客さんを困らせたらクビだよ、クビ。次が最後のチャンスだからね。ツアーまでよく復習しておけよ。はあ、お父さんとお母さんが見てる前でクビになったらもう人生おしまいだよ。なあ、思い詰めてるみてえだけど大丈夫か。え、随分とでかい声で怒られてたからちょっと気になっちまったな。ああ、私が上司に叱られていたのを見ていたんですね。お恥ずかしい限りです。確かガイドとか言ってたな。はい、中華街観光っていうツアーガイドの会社です。私最近上京してガイドになったんですけど、上がり症でいつも失敗してしまうんです。他の新人の子はみんな緊張しないでうまくやれてるのに、私だけすっごく出来が悪くて。いつも先輩がサポートしてくれてたんですけど、今日は病気で来られなくて。一人でガイドしたらそれはもう大惨事でした。それでさっき怒鳴られてたんだな。はい、次失敗したらクビになるかもしれません。そいつは大変だな。大変なのはそれだけじゃありません。実は次の回に私の両親が参加するんです。私の晴れ姿が見たいって飛行機で飛んできて。親にカッコ悪いとこ見せたくねえし、そいつはプレッシャーだな。だから失敗はしたくないんですが、次の案内までもう時間がなくて。先輩のサポートなしじゃ絶対に失敗しちゃう。どうしよう。そいつは困ったな。どうにかなんねえもんかな。お兄さん、いきなりすみません。折り入って頼み事があります。なんだ。次の中華街ツアーの私のサポート役として参加していただけませんか。え、俺なか。無理は承知でお願いできないでしょうか。助けてくれる人が一人いるだけで心強いんです。助けるって言っても俺だって別に中華街に詳しいわけじゃねえし。私がツアーで回る場所をあらかじめ説明します。なので私が緊張で言葉に詰まった時だけ助け舟を出していただきたいんです。もうお兄さんしか頼れないんです。どうかお願いできないでしょうか。もちろんお礼もします。仕方ねえな、付き合ってやるよ。お兄さん、初めてお会いしたのに親切にしていただいて本当にありがとうございます。私石田あやみって言います。あやみか、よろしくな。俺は春日だ。春日さんですね。よろしくお願いします。早速ですがツアーで回る場所の解説をしますね。写真を見せながらガイドを再現するので何か疑問があったら聞いてください。おう、わかったぜ。ではよろしくお願いします。はじめにこちらの写真をご覧ください。これが中華街の入り口となる場所です。この立派な門は廃坊と呼ばれる中国の伝統的な建築様式の門なんですよ。廃坊か、初めて聞いたな。この廃坊には赤い竜が守護神として宿っていると言われています。門から中華街が平和であるよう見張っていてくれているんだそうです。赤い竜か、中華街のイメージにぴったりだな。中華街って赤のイメージがありますよね。では次は露店の並ぶ通りをご説明します。ここは中華街の中でも
名店が軒を連ねる通りでございます。私たちがツアーで行くのは青い看板が目印の肉まん屋さんです。そのお店の名物はウルトラ爆盛りスーパー肉まんです。すごい名前だな。なんとその肉まんとっても大きくてサッカーボールと同じくらいのサイズなんだそうです。ぜひ春日さんも食べてみてください。それでは次に行きます。ついに最後のスポットです。こちらは中華街の食を司る神様と言われているサンラートンの像です。サンラートン、サンラータンの中に入っている豚だからサンラートンなんだそうです。豚はトンとも読みますから。へえ、なんていうかユニークだな。このとってもかわいいサンラートンにはありがたい言い伝えがあるんです。なんとサンラートンの右耳を4回撫でて中華街を出ると、中華街を出た後も美食に巡り会えるそうなんですよ。右耳を4回、覚えづらいな。右耳だけちょっと塗装が剥げてるので、それが目印ですかね。よし、これで一通りの説明は終了です。春日さん、大丈夫そうですか？なかなか難しいな。けど、あやみはスラスラ俺に解説できてたじゃねえか。でも本番になると失敗したらどうしようって頭が真っ白になっちゃうんです。でも両親にはしっかりした姿を見せたいので頑張ります。私は準備がありますので、中華街通りの太陽門の前で待ってますね。わかった、じゃあまたな。私の番ですね。ほら来いよ。くらえ！かかってこいよ。いざてやる。かかってこいよ。よし、行くぞ。かかってきなさい。俺の番。いっダメんなよ。これで。どうしたかかってきなよ。やったね。フーリア本気でやってよ。どうしようかな。回復します。ちょっとしんどいな。私の番ですね。いいね。来てみろ。遊んでくんないか。頑張ります。痛い目に合わせます。せーて。俺の番だな。出ると思ってる。さて、なめんなよ。返して
します。かかってきなさい。どうしようかな。俺の番だ。行く。私の番ですね。ほら来いよ。まった本気でやってやがれ。奥の手。私が相手だ。してみろ。俺の番だな。休んでて。来やがれ。どうしよう。勝てると思ってるよ。まった本気でやるよ。痛い目に合わせる。叩きまめす。かかってこいや。私の番です。こいつだ。抜かせますかね。見せてやる。とっておき。さて。俺の番。え？奥の手。私の番ですね。怪我します。ほら来いよ。やんないの。遊んでくんないかな。やりますか。楽しみましょう。頑張ります。かかってきなさい。ふざけないでください。俺の番だよ。よし行くぞ。痛い目に合わせます。ほら来ねえ。さあ来なさい。バスに来ないな。来いよ。おいよ。プレゼントだ。ふざけないで。どうしようかな。はい、押します。かかってきてみる。じゃあ勝ちに行こう。怪我しますよ。俺の番だな。私が相手で。おい！
それじゃ。おう。はい。おい。失礼しました。ねえ。おい。
な。はい。おう、あの、どうしよう。
だ。よし、行くぞ。こっち見ろよ。絶対負けない。見せてやるよ。すみませんでした。ありがとうございます。いいや、ありがとうございます。本日のツアーはありがとうございました。不慣れでお見苦しい点も多々あったかと思います。失礼いたしました。いえいえ、中華街回れてめっちゃ楽しかったっす。ありがとうございました。絡んできた男めっちゃ怖かったのに、お姉さん全然ビビってなくてかっこよかった。か弱い乙女なんで、すごく怖かったんですよ。あ、お姉さん、最後に見た豚ってなんて言うんですっけ？サンラートンです。耳を撫でると美食と巡り合えると言われている中華街の新名物ですよ。そうそう、サンラートン、あいつ可愛かったからストラップとか欲しいなって思ってるんですよ。それでしたら中華街の入り口のお店に売ってるので、帰りにぜひ寄ってみてください。ありがとうございます。お姉さん、今日一日でガイド上手くなりました？え？確かに私緊張してない。よかったじゃねえか。皆さん、ありがとうございます。では、これにて解散です。ありがとうございました。春日さん、本当にありがとうございました。春日さん、喧嘩お強いんですね。まあ、これしか特技がねえからよ。つか、あやみもあんなでかいやつ相手によく頑張ったじゃねえか。最初はすごく怖かったんです。でもお客さんを守らなきゃと思ったら、ちゃんと立ち向かいました。明るくて頼りになって、かっこよくて、お客さんの最高の思い出を作る、そんなガイドさんに憧れてここに来たんです。かっこいいじゃねえか。さっきのあやみはその通りのガイドさんだったぜ。ツアー客も最後は全員楽しんでたし、父ちゃんと母ちゃんも感心してたぞ。本当ですか？よかった。全部春日さんのおかげです。あやみが頑張ったからだろう。いい両親を持ててよかったな。今晩食事するので、たくさん親孝行してきます。あ、そうだ、春日さん、これ受け取ってください。では春日さん、また会いましょう。俺も帰るか。あの、すみません。ん？いきなり失礼します。私、あやみの母です。あやみの父です。この度はあやみを支えてくださってありがとうございました。いや、大したことはしてないっすよ。あやみはご両親が来るってことですげえ頑張ってました。あの子、
おっちょこちょいなんですけど、一生懸命で親孝行な子なんです。私たちに心配かけないようにしてるだけで、本当は仕事がうまくいってないんじゃないかとか、今日来るまではすごく不安で、でも今日のあやみの姿を見てすごく安心したんです。あやみがあんなにたくましくて人を笑顔にできる子だなんて今まで知りませんでした。お父さんなんて感動して泣いてましたよ。お母さん、余計なことを言うんじゃない。あいつはこれからもっといいガイドになりますよ。可愛い子には旅をさせよですね。春日さんみたいな素敵な方もいますし。あやみとはどういったご関係で。ちょっとお父さん。ああ、これは失礼。春日君と言ったね。これを。春日さん、これからもあやみをお願いいたしますね。ふう、あやみはいい両親を持ったな。ツアーガイド頑張れよ、あやみ。これ頭がみかんの人形なのか。なんかボタンがついてるな。どれ、押してみるか。よろしくミッチー。おお、喋った。あ、そこにも落ちてたんですね、ミチオくんのフィギュア。すみません、なんだか驚かせちゃいましたね。ああ、まあ少し驚いたな。このみかんの怪人はあんたのか。これはみかんの怪人ではありません。これは小野道夫くんのフィギュアです。小野道夫くんってなんだそれ。小野道夫くんっていうのは広島小野道を象徴する漁師をモチーフにしたゆるキャラです。私はその道夫くんをプロデュースしている広中と申します。へえ、つうかこの妙なマスコットのどの辺が尾道を象徴してんだ。ちょっとちょっと、冗談はよしてくださいよ。見たまんまじゃないですか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔、おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的な食べ物、尾道ラーメンの帽子。おいしい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴、
そして尾道夫君の名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服。見ただけであの尾道が脳裏に浮かんでくるような完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか？あまり思わねえな。最近結構人気なんですよ。このフィギュアだってすぐに売り切れちゃうくらいなんです。この町に新しく出店する尾道お土産コーナーの目玉商品でしてね。これを土産屋で売るのか。見てください、このディティール、凝ってるでしょ。まあそう言われるとよくできてるな。このラーメンとかもちゃんと具が入ってるし。そういえばこれさっき喋ってたよな。ええ、ボタンを押すとボイスが鳴る仕組みなんです。こんな風に。おのう、みちおだ。よろしく、みち。おう、のう。ね、すごいでしょ。語尾につけるみち、キュートなんですよね。ああ、なんつうかさっきも思ったが、案外渋い声なんだな。ただ正規品はちゃんと喋ってくれるんですがね。外国で作られた偽物はそうじゃないんです。偽物？はい、例えばこれです。ああ、確かにそっちのと比べるとこいつはなんか違うな。人気が出るのは嬉しいんですけどね。そうなると必ずと言っていいほど偽物のグッズが作られて安く売られるんですよ。質の悪いものが多いし、こんなのが道夫君を語るなんて困ったものです。ん？偽物にもボタンはあるじゃねえか。どれどれ。あ、待ってください。そのボタンを押したらダメです。ちなみにこれを押したらどうなるんだ。高確率で爆発します。え？爆発します。なるほど。偽物のフィギュアは質の悪いバッテリーが入ってるから爆発しやすいのか。ええ、偽物ってだけでもアウトなのに爆発までされたんじゃたまりませんからね。売られているのを見つけ次第回収して回っているんですよ。ですがその偽物が入っている箱を移動させようとして持ってみたら結構重くて転んじゃいましてね。あろうことか正規品と偽物が混ざってこの辺りに散らばってしまったんですよ。偽物にうかつに触れると爆発してしまいますし、どうしたものかと。まるで地雷原だな。最近は老眼で細かいものが見にくくなってきて、正規非正規の区別がしにくくて、うん、困ったな。これからお店に正規品を届けないといけないのに、誰かに手伝いを頼もうにもまだ老眼が進行していなくて、仮に爆発しても違和感のない髪型をしている人なんて今から探しても見つかるわけ。ん？回収頑張れよ。じゃあ俺はこれで。ちょっと待った。なんだよ、俺は爆発なんて嫌だぞ。まあまあそう言わずに、ちょっと仕分けのお手伝いをお願いできませんか。チリチリ頭で爆発に耐えられそうな肉体を持っていて暇そうな人なんてもうあなたくらいしかいません。お前、一応自分が頼んでる側の人間だってこと自覚した方がいいぜ。お願いしますよ。尾道お土産コーナーの超目玉商品なんです。このフィギュアは尾道の人たちが一つ一つ手作業で色を塗って組み立てている思いの詰まった一品なんです。これ手作業なのか。ええ、地元のおばあちゃんたちが尾道の魅力を伝えられるならばと
頑張って内職してくれているんです。仕上げの艶出しなんか子供たちも協力してくれていましてね。私はそんな町の人たちの魂がこもっているみちおくんフィギュアを多くの人に届けたいんです。なんとかみちおくん回収作業にご協力いただけませんか。ああ、そうだな、仕方ねえな、手伝ってやるよ。本当ですか、ありがとうございます。そういえばまだお名前を伺ってませんでしたね。俺は春日だ、春日一番。それでは春日さん、よろしくお願いいたしますね。では早速こちらへ。お、おう。分かった。はい。どこだ？
お。これで全部みたいだな。いやーありがとうございました。素晴らしい回収っぷりでしたよ。そうか。まあ力になれてよかったぜ。だがその辺に転がってる偽物はどうすんだ。さすがに危ねえだろう。ああそれなら大丈夫です。後でスタッフに回収してもらうので。全部偽物なので見極める必要もないですし。そうか、それならいいんだな。それにしても真剣に道夫君を見つめるあなたの眼差し、私ちょっと感動しちゃいました。もうあなたはただの春日さんではありません。道夫鑑定士春日一番さんです。いや、そんな称号はいらん。まあそう言わずに。こんなスキル持ってる人なかなかいませんよ。それにしても結構あるもんなんだな、パチモンってよ。キャラクターものは少しでも人気が出るとすぐ偽物が出回ってしまうんです。偽物の中にはプロでも判別できないほどに精巧に作られるものもあったりで。へえ。とはいえ所詮偽物は偽物、絶対に出回らせるわけにはいきません。愛情込めて道夫君グッズを作ってくれている人たちやファンの人に申し訳ないですからね。確かに安い偽物を買ったところで尾道の応援にも道夫君の応援にもならねえわな。それにこれは道夫君だけの話じゃない。世の中偽物ばっかりになってしまったら、それまで丁寧に作られていたものはいずれ必ず衰退してなくなってしまいます。真面目に作っている人たちや支えてくれているファンが悲しい思いをするようなことにだけは絶対にしたくないんです。ああ確かにそうだな。そんなわけでこれからも私はプロデューサーとして断固偽物と戦っていきますよ。ふんふん。俺も力になれることがあれば協力するぜ。ありがとうございます。いつか偽物を作ってる連中を滅ぼしてやりたいと思っているんですが、なかなか尻尾を出さなくて。まあ気持ちはわかるが、あまり無茶しないようにな。そうだ、今日のお礼にこの道夫君フィギュアを差し上げます。の、いいのか。大事にしてあげてくださいね。あ、なんだあのボロい道夫君の頭は。あれもパチモンか。ああ、あれはパチモンじゃないですよ。むしろ道夫君の原点です。原点？何年か前に尾道であの道夫君着ぐるみに入ってくれた人がいたんです。そこから道夫君はどんどん人気が出ましてね。あの人の正義感や誠実さが道夫君に命を吹き込んでくれたと私は思っています。いつかまたあの人が道夫君になってくれる日が来た時のために、これだけは大事に取ってあるんですよ。同じタイプの着ぐるみは他にも何体かあるんですが、あのオリジナルは特別です。へえ、このキャラになりきって人気を出せた。その中の人ってのも結構面白そうなやつだな。そうですね、本当にユニークな人でした。いやーでも今日はとにかく助かりましたよ。それでは私はこれから急いでこのフィギュアをお店に届けてきます。春日さん、またよろしくお願いいたしますね。おう、またな。ゆるキャラか。こういうキャラを守っていくってな、思っていたより緩くねえんだな。ん？また？